これだけの魔人が現れるとは。ベニス族。はあ、こいつらを倒す。確かに面倒ですが。なら、非生竜に任せてもいいの。仕方ありませんね。あなたはそこで見ていてください。竜の怒りを思い知れ。忍法大手裏剣。人間の匂いがするな。まさか。邪魔をされては。仰せのままに。次から次へと。これじゃ体力。美脚対戦を召喚したらどう。そうしたいんだけどさ。でしたら私が時間を稼ぎましょう。お手紙はい。青龍の導きも。よし、憑依スキル準備か。ええ、お願いします。青龍の導きも。さかが人間二人。まったく。こうなれば俺。強い魔力を感じる。ベニス族。叩き潰してやろう。強敵でした。しかし、急いで戻りましょう。非生竜、あれを見て。次元の亀裂が。亀裂が揺れてる。急いでここから逃げましょう。空間の扉を。誰も逃れることはできぬ。空間の扉よ。もしかして訓練で疲れているんですか？え？ベニス族様に言ってくれって？それに非生竜様を亀裂に残して訓練に力が入ってしまうのも。とはいえ何事も。あらやだ、お礼なんて。次元の亀裂、その昔、世界中に現れた次元の亀裂は、異形の姿をした魔人を見た人々、そして、魔人と人間の、人々は次元の亀裂を閉じることに成功するが、カリウドたちは、次元の亀裂が封印され、カリウドによって数を減らし、共存派の魔人たちは、人間に対し投降すること、
光線派の魔人たちは共存派の魔人たちを裏切り者と罵倒し、各地に散らばった危険な魔人、そんな魔人の脅威から人魔大戦終了から魔人との共存が進む一方、頼みます。あの声は一体。おーい、いや、あれ、どうしたの？そういえば俺はどうしたんだっけ？声？本当に？あ、もう行かないと。おい、遅い。すでに先生が来て。嘘。これから訓練です。非聖竜様があなたを連れてきた。まだわからないこと。ゆっくり着実。援護します。確か実戦形式。もし不安なら自動戦闘ボタン。オラは田舎もんじゃねえ。どれを目標は無理だな。ターゲットロックオン。よかった。これで任務完了ね。よう、相棒。これからのために改めて。俺はエンジ。これからもよろしくな。私はマリーよ。さっきの式な、私の役割も。私は臨床家。一緒に頑張って狩人になり。皆さん朗報です。ジョイが私たちに協力を申し出て。ジョイはお化け市場で有名な商人の一人で、ジョイの気持ちが変わらないうちに。いらっしゃい。ようこそいらっしゃいました。お化け市場の治安を守ってくれ。私たちはただ最近は物騒な噂。どんな噂かって。ではお化け市場のため安全に任務が行え、基本的に仲間は両方に配置できるようにする方法もある。これなんだろう。皆さんの活躍。それではまたのご来店。お帰りなさい。思ったより早かった。しかしジョイからお化け市場の商人たちはおそらく新たに。それはさておき、ちょうどいい機会です。
この仲間はクロストレーニングが完了していますね。通常仲間は狩人か式神のどちらかにしか配置できませんが、ちょうど式神組に空きがある。式神組に配置した仲間は狩人組に配置された上の仲間に憑依させることができ、憑依中狩人は憑依に関する基本的な内容、憑依率をタップすると詳細情報が確認できますよ。